酒井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。あしらはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなり発る。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて共に狙うはただ一人、九郎殿なり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため手先である五人の菅笠衆をお打ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。あの子を守らないと。どんな鎧でも結構です。これで安全です。では、のお手入れをいたしませんか。ご遠慮なくご覧ください。夜に川へ行って釣りをしてみるか。
気をつけくだされ。恐れを知らぬ者
今のは逃げなくていいのか。生き残りがおる。いや、透明、襲う相手を誤ったようだな。動くでないぞ、とどめを刺してやる。いや違う、こいつらは俺が殺したんだ。他の連中も殺してやらなきゃ気が済まない。仲間ではないのか。手を組むよう脅されたんだ。そうすりゃ家族の借金を返すと。何年も仕えてきたのに、家に帰ったら家族はみんな殺されていて、家財も盗まれてた。あいつらを一人残らず殺すまで、まだ死ぬわけにはいかん。お主の意中は分かったが、一人では無謀だ。手を貸してくれないか。俺の名は五名だ。酒井仁だ。住処に案内しろ。早く殺しとけよかった。まだ遅くはない。行くぞ。知っておることは全て教えろ。八重のことならば喜んで。残念だってな。まとめて殺してやる。気を入れろ。五秒だ。残ってる。
でなければ癒せぬ。この命はあなたに拾われたようなもんだ。家族の敵は撃てたな。あなたのおかげさ。すまないが、もう一つ頼まれてくれ。死んでもこいつらとは言いたくないんだ。わかった。心安らかに眠れ。
お侍様、てっきり亡くなったのかと。まだ生きておるぞ。ここで何をしている？我が家の染めの技を残そうと思いまして、店を開きました。黒に染め上げましょう。火に焦げた木のごとし、カラスの羽のごとし。素材をお持ちくだされば喜んで染めて差し上げましょう。闇の化身が太刀を携えているようだ。うん、黒が映えるお方だ。助かった。もうこれ墓所を荒らすとは。
奉仕だ。なぜ僧が狙われた？狙いは何だ？傷口が浅い。拷問を受けたな。猛虎の求めに応じなかったようだ。ちぎれた花びら、泥、何か隠すために土を掘ったのか。何かを命がけで守ったようだ。見つけてやらねば。僧が握っていた花、猛虎から隠したかったものはこれか。伏寺の仏具だな。お目に書かれて光栄の極み。さあ始めましょう。太刀を構えてください。引く意思はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。そういうつながらお断りいたす。
来世では誠の武人となれ。盗まれたものを返しに来た、はあ、またこれを拝められようとは。ここの僧が命を捨て守ったもの。そやつはそうではなく、我らが受け入れた百姓です。ある朝気づいたらこの仏像と私の装束を持っていなくなりました。それは驚いた。盗人なのか。やつも等しく自らの行いの報いを受けたのでしょう。Thank you.
かけろ。トラ、よく来てくださった。
Thank you.
これで首を伸ばして待っておったわ。無謀たらしい人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。誰も切らずに済んだのだ。ザレ事を。何詫びよ。浪人を放った男と相まみえねばな。産木谷の奉仕ならば居所を知っておるだろう。酒井様、ご無事でしたか。手先の菅笠衆は全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこの世のものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため近江寺の洞で待つと申しておりました。近江は我が故郷だ。それを知ってのことか。お気をつけください。修羅の呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。
この身で確かめよう。何とぞご分を。役立つものばかりです。お役に立てば幸いです。どうかそれで勝利を。戦でお使いください。また頼むぞ。道中のご無事を。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。もうどうでもいい。坂井陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅だ。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。
民が浪人に襲われておる。的にされるなよ。サムライだ。どこだ。逃げたか。出してやるかもしれん。逃がすものか。その鎧持ちだ。この黒誰か。もし。あまり話すな。お頼みがあります。なぜ襲われたのだ。わかりませんが、村の男らがさらわれました。私の夫のキサンタも。向かった先は北の山あいへ行くと話していました。どうか夫を救ってください。あの山あいのことか。盗人が商いや人売りに使う地。
太郎、勝負しろ。慎重に勝負。やっせ、できちょる方がほうがすな。そろそろだ。この近くにいるのか。やつだろう。
お見事でございました。お主、宿の者か。人違いかと。浪人は東へ向かいました。東とは？川沿いの崖だと言っておりました。あそこだろうな。お主は荷をまとめて逃げろ。崖際に浪人がおる。強いお侍だ。もう安全だ。助かりました。よくぞあの浪人ども。宿の女に頼まれて参った。奴らの中には槍川家の老頭もおりました。反乱の残党か。民を襲うとは落ちたものだ。近くに友がおります。平助と清次郎、それと喜三太です。良いことを聞いた。殺された仲間を弔った後、どこかへ逃げろ。サンタがおるはずだ。
お侍。俺のことより宿へ急いでください。妻が切られたんです。話したぞ。それで最後まで案じておった。そんな、なんてことだ。仇は討ち取った。もう傷つく者は出ないだろう。ありがとうございます。死んだ妻に別れを告げるため宿に戻ります。Thank you.